おはようございます。今日は思いつきで函館まで来ちゃったっていう。A さん、まだ活火山だよね。新幹線で来てレンタカーを借りるよりも自分の車をフェリーに乗せてきた方がちょっと安いんだよな。今日はこの火山 A さんとその向かい側にあるなんだ海高山か、ちょっと登ってみたいと思います。今日は天気いいよ。なんとも荒涼とした雰囲気っていうのかな。逆光になっちゃっとるけど、GoTo トラベルで昨日函館で泊まったんだけど、1泊1500円っていう GoTo トラベル価格、すごいよね。してるけど、クマいるの。まあ、北海道はヒグマだよな。これ見える？見えねえか。完全に逆光になっとるな。
溶岩が急激に固まった不思議だな。すごい。あるんだ。だいたいこういう平原は、あ、向こうに太平洋見えるよ。平原はね、だいたい浄土平とか西の河原とかって言うんだよ。だいたいどこもそうなんだよ。冷たいな。北海道駒ヶ岳と同じような標識があって、やっぱりね、俺北海道何回か来てるけど、こういう大自然っていうか、火山であったり、なんともこの大地が活動してるっていうか、自然の力というか感じるんだよな。はい、山頂。じゃあ。じゃあまた後でね。